エイベックスマネジメント持ち物検査。今回のターゲットは、おはようございます。持ち物検査させていただいてるんですけども、大石さんの持ち物も検査させていただいていいですか？嫌です。今回のターゲットはモデル大石美月。人気女性ファッション誌アネキャンの専属モデルをはじめ、ファッションイベントやバラエティ番組でも大活躍する日本を代表するトップモデル。今回はそんな大石美月の素顔を暴く。まずはカバンをチェック。今日はリュックです。なんかこう無地の服の時とかはすごい、てかバッグは本当に基本柄か色ばっかりなんで、こいつもその中の一人です。こんなカバンを持つ大石美月はどんな性格なのか。数々の心理学を研究し、今まで心理分析を行った数は1万人以上。心理分析のスペシャリスト出口康之氏に聞いてみた。大石さんのこの写真を見ていると、非常にこう洋服はシンプルですよね。で非常にこう単色な色合いの中にこういう、まあ赤いんですかねっていうような激しい色を入れてくる、原色を入れてきています。でこういうのっていうのは基本的にはそれを対比させることによって、何がどういうふうに人から見えるのかっていうようなことを意識している証拠になるんです。でこれが全部が同じトータルの色合いにしている場合っていうのは、あまりこう自己主張はないことになるんですね。でもこの人の場合はそこに色を変えてきて、それもかなり強い原色を入れてくるっていうようなことによって、その自分の自己主張の方法っていうのがきちんと分かってるタイプなんだなと、そういうようなことがこれから理解できることだと思います。さらにカバンの中身もチェック。全部出すんだ。なんだ、これはメイクポーチ。これもメイクポーチ、ここ一緒です。でこれはハンドクリーム、これお財布です。これキーケースです。お揃いね、これね。あと今新幹線通勤なんで、これ小説とかがちょっと入ってます。で何、手帳。なんかすごいドキドキするんだけど出しながら。サングラスと、あとマスク、あと何か入ってるかな。あとはい、お菓子ですかね。あともう空。大石美月のカバンの中からはご覧のアイテムが。果たしてどんなこだわりがあるのか。ちなみに手帳は今年はこれですか？そう、黄色。ポイントはなんか今までもうちょっと大きいの使ってたんだけど、持ち歩くのにやっぱりこんぐらいのサイズがいいなと思って。でも毎年色物なんですよ。去年はもうちょっと寒色系の色だったんだけど、今年はこうパーって見てたら黄色かわいいって思ったんで黄色にしました。こんなこだわりを持つ大石美月、果たして彼女の人間性は。やはりこの中で先ほどのカバンもそうなんですけれども、この中でひときわ目立っているのもこう黄色い手帳になりますよね。でこの原色系っていうのは、当然ながらそのパッションを表す色になりますので、この人が内に秘めている情熱の強さであったりとか、それから感情の高ぶりっていうのが常にどこかに自分の中に求めているというような、それからそれは職業生活上でも同じなんですが、必ず高いところを狙いながら自分の生活をきちんとしている。ただ持ち物の中でもこの手帳だけが黄色いんですね。でこれここに一番彼女の特性が現れてると思うんですよね。でそこに原色を落とし込むことによって、うちに持っている情熱の強さっていうものを必ずどこかで自分でも確認をしたいというような意思表示が常にこのカバンであっても持ち物であっても現れてるんだろうなと、そういうようなことは感じます。非常に質素清楚、そういうようなことがこうイメージとしてはある人なんですが、実は非常に強いパッションを持っている、感情を持っていて、その中で自分の中で常に目標を高いところに持っていきながら、それに向かって努力をする人だと、そういうふうに言えると思います。ということで大石美月は普段は質素で清楚だが、心に秘めた思いが強い情熱家タイプ。次回はどのアーティストの素顔が暴かれるのかお楽しみに。